それでは、いいですかね、ちょっと聞こえやすいところに集まっていただければ、それではこれからバックハンドの練習ということで、やっていきたいと思います。はい、じゃあ今からどういう練習をやっていくのかっていうとですね、しっかり聞いておいてくださいね。ちょっとこの練習難しくて、あれあれってなっちゃう方多いんで、さっきから、はい、ちょっとしっかり頭すっきりさせて聞いてください。攻撃と守備の切り返しの練習っていうのをやります。はい、じゃあ一回やってみようか。はい、じゃあ一回見てください。あとで解説していきます。わかりました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。あんまいないな。まあ見てても難しいですよね。で、どういう練習してるかっていうと、今先に杉本先生が2本攻撃をしました。1、2って攻撃しました。そしたら今度次に八津先生が2本1、2って攻撃します。それをお互い交互2本攻撃、2本攻撃、2本2本攻撃って繰り返してた。そういう練習になります。もちろん攻撃してない方はブロックをしますよね。相手が攻めてきてるから止めるっていう練習です。はい、で皆さん普段の練習って攻める練習をしてたら、もう片方がブロック片方が攻撃でずっと攻めっぱなしなんですよ。で守る方はずっと守りっぱなしなんですよ。でも試合ってそうじゃないですよね。試合って例えば相手が攻めてきました、ブロックします、でチャンスが来たから攻撃しますっていうことが、まあ、交互にこうなんていうんですかね、交互にっていうか、その目まぐるしく入れ替わるって言ったらいいんですかね。試合ってそういうもんなのに、皆さん練習はお互い決めちゃってやってるんです。だから試合下手な人はもう守ったらずっと守りっぱなしだし、攻め出したら相手反撃してくるのにまだ攻めるかっていうところまで攻めちゃう。そういう方がすごく多いので、必ず打つっていうことと守るっていうことをですね、まあ体とかあと頭ですね、脳ですね、脳が例えば守ろうと思ったらちゃんと守れる、打とうと思ったらちゃんと打てるっていうところの切り替えをしっかりできるように、こういう練習をすることが、まあそのバックハンドのラリー練習の中ですごく重要になってきますんで、こういう練習をやっていきます。どうぞ、お願いします。まあちょっと難しいです、ちょっと難しいです。言われたらなんとなく分かりました、何やってるか。じゃあ2、はい頑張って1、2、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 
はい、まあこういう感じですね。日本を攻めて、で相手が攻めてきたら日本を守って、これがお互い交互に繰り返しです。ぶっちゃけ難しいんで皆さんあんまり続いてないです。ぶっちゃけ難しいんであんま続いてないです。やっぱりあの特にブロックの時にですね、ブロックってあの守備の技術じゃないですか。言ったら相手が攻めてきたのを返す技じゃないですか。なのにその前に2本打ってるから、守る時もそのまま腕振っちゃう方とかすごく多くて、やっぱりその切り替えがうまくできないんですよ。なんでちょっとこの練習で注意してほしいところは、守るときはしっかりともうラケット動く全く動かさないぐらいのつもりで、しっかりと相手の攻撃受け止めてください。ですか、相手の攻撃しっかり受け止めて、ラケット動かさないぐらいの感じで受け止めてください。で今度攻めるときは逆にちゃんとラケット引いて攻める。あの練習なんで10割の力で打っちゃうと多分あんまり続かないと思うんで、ほどほどでいいんですが、自分の頭の中でしっかり攻めてる、しっかり守ってる、しっかり攻めてる、この切り替え頭の中でしっかりやりながら練習してほしいなと思います。はい、であとペンの方も結構あの固めのペンの方今日いらっしゃるんで、ペンの方は攻めるときは、まあ、これバックハンドやってくださいって言ったらめちゃくちゃ難しいんで、プッシュでいいです。プッシュ2本しっかり押してプッシュしてください。で守るときはもうそのままラケットを動かさずに固めていただいて、ブロックで2本プッシュっていうような切り替えで練習やっていただければと思います。はい、
じゃあもう一回やろっか。この止めるっていうのと打つっていうのがどんだけ分業されてるか、これちょっとしっかり見てください。ほい、ここで打ってる時と止めてる時、もう全然ラケットの扱い方が違うの分かると思います。これをもうしっかり頭にちょっと焼き付けておいてほしいなと思います。実際皆さん練習しだしたらどっちが攻めてるかよく分かんない感じになっちゃってるんで、これしっかりと覚えておいてください。はい、それではこれから台分かれて練習していきます。番号の若い方、番号の若い方から向こう4人ずつ入っていただいて、クロスで練習していきます。練習やってもらったんですけど、正直難しかった。正直難しかった、はい。まあ、難しくないって方は普段からちょっと意識してやられてる方ですかね、はい。もしくはまあ試合とかバリバリ出てるか、しっかりとそういう練習を普段やられてる方で、まあ、この練習ってぶっちゃけなんですかね、しっかり攻めることもできなきゃいけないし、ブロックっていう技術もできないし、2つの技術がお互いが2つの技術がちゃんとできて、それでやっと成り立つ練習なんで、正直まあ難しいかなと思ったんですけど、これができないと試合の中でしっかりラリーをちゃんと守ってちゃんと攻めてっていう分業ができないので、今できない方も必ず頭の中に入れといて、こういう練習やらなきゃいけないんだっていうことを必ず覚えておいてください。必ず意識しておいてください。じゃないと、まあ、そのさっき言ったようにですね、ずっと片方が守ってずっと片方が攻めてみたいな、そのなんていうんですかね、もう一方通行な練習ばっかりになっちゃうんで、そういう練習って、まあ、技術は伸びるんですけど試合にはいけない練習なんです。はい、本当の意味で上手くなろうと思ったら、そう一方通行じゃなくて、お互いが攻守の切り替えちゃんとするようなですね、そういう練習をやってもらえたらと思います。はい、じゃあ最後1回だけ今のやってもらって、まあ、さっきやって皆さんすごい難しかったと思うんですよ。それを踏まえて見てください。最初に見た時とちょっと印象が変わるかもしれない。最初見た時と全然印象違うと思うんですよ。あ、守るってこういうことなんだ、攻めるってこういうことなんだって、ちょっとイメージが違うと思うんですけど、まあ、そのイメージを持ってこういうことを試合の中でやらなきゃいけないんだっていうのをちょっと持ち帰ってもらえれば、練習からやらなきゃいけないんだっていうのを持ち帰ってもらえればと思います。じゃあここまで1個目の練習になります。